こんにちは。海進整骨院東大阪院院長の川端です。今回は首を後ろに倒せない方の原因の話をしていきます。首は前後左右に正常に皆さん動いていますか？下は向けるけど上を向くとやたら首が突っ張るっていう方は、問題は首にあるわけではありません。実は首を後ろに倒した時に首が突っ張るっていうのは、単純なやつであればもちろん首に異常があるだけです。しかし首に問題があるプラスアルファ、どっかに問題があります。一つは上を向いた時にこの顎の下が突っ張る方、もしその場合は顎の下にある筋肉ですね、この下にある筋肉っていうのがおかしくなっている可能性があります。ちょうどこの底に筋肉があって、そこから、首の方に筋肉がつながっているんですけども、ここのところ首の縁をこう押した時に痛みがある方、こういう場合は、まず顎の下の筋肉っていうのがおかしくなっています。そしてもう一つの原因としては、首自体の問題に加えて、あとは背中の突っ張りですね。上を向いた時にここが自由に動いていないってなると、これ実はこれ首後ろに倒せなくなってしまいます。そういう場合の方は、まず後ろに首を倒した時に肩の方に痛みが出たりとか突っ張り感が出てくる方がいます。その方は、問題は首プラス背中と考えていいでしょう。しかしこれは複合型といって、首プラス背中っていう感じで2つの原因がここに関わっています。もし首を後ろに倒した時に顎の方の下の筋肉にも痛みがあって、そして肩にも突っ張りがあるっていう時には、3つの複合型、顎の下の筋肉、首、そして背中といった具合に3つの複合した、原因が出てきます。しかしこれは表面的な問題であって、実は奥深くではこの首、背中、そして顎の下の筋肉がなぜこのように痛みを出すような状態になってしまったかっていうのが一番の原因なんです。実はここのところを治さないと体っていうのは治ってこないんですね。だからレントゲン上、あるいは見た感じ、現状では首と背中と顎っていったように、この3つが現状ではおかしいですよっていうのは分かるんです。しかしなぜこのように歪んだかっていうところを見極めてから初めて治療が始まっていきます。それをチェックするために僕らは豊田治療イネット活性療法のスカリング検査っていうのを行っています。これによって実際どこが悪いのかっていうのが正確に把握することができます。それでそこを治療して、そして表面的なこういうのも歪みを取って、初めて体が良くなっていくっていうふうになります。ちょっと話が変わりましたが、上を向いた時にまずどこに突っ張りが来るか、顎の下だったりとか肩の方に詰まりがある方は、ぜひそれをチェックして、この後に出るホームページを見てみましょう。